しようか。君に生きるのを手伝ってほしい。オーストラリアか。出発前に何かプレゼントしたいね。シメサバ。いやいや、もっと豪華で記憶に残る。みんなを巻き込んでビッグサプライズだ。タイムリープってそんなに珍しいものじゃないから。タイムリープ。そう、タイムリープ。应该是要交代功课的地方早就变成怪兽的科幻游乐场，甚至入侵了每周要抄袭的唐诗三百首。我只想把这个世界变成怪兽存在的世界。うちの親父が子供の頃からよく言ってたのは、何でもいいからこれなら絶対人に負けない。你个孙啊！他反应这么慢，你这样是不是也降低几率啊？我们是不是得到天怒人怨？吼，没法压迫哦。向阳追，出发了！